さあ各カードここまで熾烈な戦いが繰り広げられています。キューバ対日本インターナショナルベースボールカップ1次リーグ第3戦の模様をお送りいたします。キューバの先発は右のダビラ、対する日本の先発は右の真由村、この両投手の先発が発表されています。さあメダルをかけた戦い、まもなくプレイボールです。右のダビラマウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは神谷。はい、神谷。第9球投げた、ストレートはボール、まずは膝元。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。第4球を投げました、打ちました。モンテーロボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは仕事人トーマ。第9球初球外れてボール。第2球、2球目ストライク。投球はこれから3球目、高め外れてボール。次は4球目、投げました、流し打ち、どうだ、一塁線鋭く切れていきました、ファールです、ボール。第6球は変化球、空振り三振。左バッターボックスには轟。第9球投げました、ストライク。第2球投げた、打ちました、痛烈、右中間、一投、間違いなく場外への特大ホームラン、先制ホームラン、白球は無情にも場外へ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは指名打者山田。第9球投げた、チェンジアップ見送ってストライク、山田。第2球投げた、外角見送ってストライク。第3球を投げた、危ない球。さあ4球目、アウトコース高め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。1回の表が終わって1対0、日本先制点を挙げています。右の真由村登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからキューバの攻撃に入ります。先頭バッターはタベラス。第2球投げた、カーバーストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、流し打ち、トドロキ下がっていった、レフト前のヒットになります。タベラスナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました、投げました、ボール。第2球投げました、ジャイロボールはストライク。一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。完全に外れた、ボール。第4球は見送ってストライク。追い込んでから投げました、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。真由村かなりランナーの動き、外れました、フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。投げた、打ちました、痛烈、入れば逆転だ、さらに伸びた、入った入った、ホームラン、逆転、スリーランホームラン。初球を持っていかれました、真由村きつい一発を食らいました。今チームメイトが迎えます。今の逆転のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは DH のミランダ。第9球ミランダ投げた、
低め際どいボール。第2球投げた、フォークボール見送ってストライク。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、外れた、ボール。投げました、打った、破った。ミランダ、いいバッティングを見せました。左バッターボクサー5番レストルフォ、レストルフォ。第2球投げました、インコース高め、カーバー外れてボール。第3球を投げました、ジャイロボール見送ってストライク。第4球は打った、引っ張った、ライナー、ライト前クリーンヒット、ライトからセカンドへ。レストルフォナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第2球投げました、打ちました、これはいい当たり、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム。ララいいバッティングを見せました。日本なおもピンチが続きます。第2球ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、見送ってボール。第4球を投げた、三振、バットが空を切りました。バッターは8番モンテーロ、投げた、ジャイロボール決まってストライク。タイミング合いません。第2球またも空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、1、2塁間、抜けた、ライトバックホーム。9番さらに1点追加、モンテーロタイムリー。日本なおもピンチが続きます。さあ、ワンアウト満塁という場面でスエロ、フォーク決まってストライク。少し迷ったか。第2球投げた、打った、流し打ち、ファーストの左、ゲッツ、本塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。最後はバックに助けられました。1回が終了しまして4対1、日本3点をリードされています。2回の表、3点を追いかけます日本の攻撃。トップバッターは打ちました、初球打ち、サード左へのゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番佐藤、佐藤。第9投げた、決まった、ストライク。第2球ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、内角高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、打ちました、ナイスプレー。モンテーロ軽快にさばいてツーアウト。リプレイをご覧ください。バッターは7番、第9投げました、内角低め見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。ダビラナイスピッチング、最後は見逃し三振に倒れました。2回の表が終わって4対1、キューバ3点リ。キューバこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはタベラス、カーブはボール。第2球投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目、見送ってストライク、ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、流し打ち、どうだ、トドロキバックしていった、ファール。投げた、打ちました、三遊間の打球、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番レアル、第1打席はフォアボール、ボール。第2球見送ってストライク。
投げた、打った、これは平凡なレフトフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番エストレラ、第9球、エストレラ、危ない球、第2球、内角低め、フォークは外れてボール。第3球、真ん中に送ってストライク。次は4球目、投げた、打った、掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。眉村、この回ピシャッと3人で抑えています。2回が終了しまして4対1、キューバ無得点で終了です。3回の表、3点を追いかけます日本の攻撃。第2球、投げました、低めのボール引っ掛けた、ララボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番牛尾、第9、見送ってストライク、1球目ストライクから、第2球、2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、打った、ショート右への打球、1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って神谷、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9球、投げました、決まってストライク。第2球、投げました、ボール。投球は3球目、投げました、打ちました、サード右横のゴロ、1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。日本わずか3人で攻撃が終わりました。3回の表が終わって4対1、キューバ3点リードは変わりません。3回の裏、これからキューバの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者ミランダ、ミランダ投球、これから2球目、打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ミランダ、ナイスバッティングです。左バッターボクサー5番レストルポ、変化球ストライク、インローへ、初球空振りからボール。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打ちました、投球これから5球目、流し打ち、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。外れた、ボール。第7球を投げた、内側いっぱい、見逃し三振。第9球、インハイ、ジャイロボール、外れてボール。第2球、投げた、インコース空振り。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。追い込んでから第4球を外角高め、空振り三振、2者連続三振になりました。左バッターボックスは7番オチは初球を打ちました、ワンバウンドヒットになる。ミランダ三塁でストーク、オチはいいバッティングを見せました。ピンチを広げています。先ほどのプレーです。第2球、投げました、内角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、ストライク。第4球は打った、ワンバウンドヒットになった、キューバ1点入りました、モンテーロタイムリーヒット、日本なおもピンチが続きます。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、スエロ、ジャイロボール見送ってストライク。第2球、投げました、ストライク。第3球を投げました、1球外してボール。投球これから4球目、ジャイロボール、空振り三振。序盤終了しまして5対1、日本1点を奪われています。ゲームは中盤戦に入ります。バッターは仕事人トーマ、今日の第1打席はスイングアウト。第2球、投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、トーマナイスバッティングです。バッターは3番トドロキ、今日2度目のバッターボックス。
第9投げた、チェンジアップはストライク、タイミング合いません。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。第2球投げた、打った、ファールボール。追い込んで第3球をボール、低め。第4球は打った、いい当たりだ、左中間へ持っていきましたがヒット。一塁ランナー二塁を回った、轟ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして、山田第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球真ん中にストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴んだ、タッチアップ、三塁ランナーホームイン。日本点差を3点に縮めました。さあリプレイです。バッターは5番東、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球に送ってストライク。第2球チェンジアップはボール、外角高め。第3球は3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目投げた、見送ってボール。第5球投げた、引っ張った、ファール。第6球を投げました、初球見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。さあなんとか追い上げたい場面でバッター佐藤、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球ムービングファースト空振り、タイミング合いません。1球目空振りから第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打った流し打ち、エストレラ交代、ファールボール。投げました、打ちました、ライナーだ、これはヒットになります。日本点差を2点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番、第9投げました、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、外角低め、直球は外れてボール。投球は3球目投げました、打ちました、レフトへ持っていった、ヒット、ボールは中継、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。初球空振りから第2球ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ、打ちました、打球はセカンドの左、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。4回の表が終わって5対3、日本この回2点を返しています。キューバ、この回1番からの高打順になります。先頭バッターはタベラス、外角高め、ボール。第2球高速シュート空振り、少し迷ったか。第3球はボール。第4球を投げた、真ん中ストライク。第5球投げた、打ちました、三塁線切れました、ファール。さあ6球目低めいっぱい、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは2番レアル、今日はフォアボールとレフトフライ、初球決まってストライク。初球ストライクから第2球投げた、見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球はボール、インコース低め。第4球を投げた、ボール。さあ投球は5球目投げた、打った、ライトへ行った、ライトスライディングキャッチ、ファインプレー、これで2アウト、ランナーありません。先ほどのプレーです。
バッターは3番エストレラ。今日3打点を挙げています。投げました。これは上がりすぎたか、レフト落下点。掴んでこれで3アウトになります。真由村この回きっちりと3人で抑えています。4回の裏が終わりまして5対3。キューバこの回の攻撃は0で終わった。日本この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは牛尾。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。1球目空振りからボール。投げました。3球目ストライク。追い込んでから投げました。打ちました。いい当たり。オチョア、ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第9球、危ない球。第2球、投げました。アウトコース高め、ストライク。第3球を投げました。内角高め見送ってストライク。第4球を投げた。ストレートはボール。第5球投げた。見逃し三振。バッター仕事人トーマ。第9球投げた。初球を打った。一二塁間ライナー破っていった。トーマナイスバッティングです。バッターは3番トドロキ。第9球投げた。決まってストライク。第2球投げた。危ない球。投球はこれから3球目。インコース高め外れてボール。第4球を投げました。打ちました。センター前に出る。落下点で構えます。取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナートーマ残塁に終わりました。5回の表が終わって5対3。キューバ2点リードは変わりません。5回の裏これからキューバの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のミラン。初球から打ってった。トーマ下がっていった。右中間へのヒット。ミランダいいバッティングを見せました。バッターは5番レストルポ。初球空振り。第2球ボール。投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。ジャイロボール。空振り三振。バッターは6番ラダ。これが3度目のバッターボックス。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました。打った。これはいい当たりだ。センター前クリーンヒット。二塁セーフ。ラダナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げました。低め際どいボール。第3球を投げた。ジャイブボール決まってストライク。第4球を投げた。打った。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。振り返って二塁牽制球。次は5球目。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。真ん中見逃してストライク。第2球投げた。空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打った。いい当たりだ。ピッチャー返し。そのままベースに入って3アウト。ランナー2人残塁です。前半が終わりまして5対3。キューバ現在2点をリードしています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは指名打者山田。今日は三振とライトへの犠牲フライ。第2球投げました。打った。三遊間。ショートから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番東。今日はサードゴロと三振。投げました。初球空振り。投球これから2球目。外角高め見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。打ちました。ボテボテのショートゴロ。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは6番佐藤。佐藤第1球投げました。
初球打って出た、ボールはライナーでセンター取りました。これで3アウト。日本結局三者凡退、無得点に終わっています。6回の表が終わって5対3、キューバ2点リードは変わりません。眉村降板、マウンド上ピッチャーはうなる剛速球上杉、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。投げました、初球に送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、見送ってストライク、もう追い込んでいます。追い込んで投げた、もう投げた、打ちました、これはセカンド真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰ってタベラス、今日はここまで3打数1安打1三振、アウトロー、外れてボール。第2球インコース低め、ストライク。第3球は打ちました、ファインプレー、ショートから一塁送球、華麗にさばいてツーアウト。さあリプレイです。バッターは2番レアル、第9、レアル外れた、ボール。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げた、外、チェンジアップ外れてボール。第4球を投げた、打った、取ってアウト、3アウトチェンジ。上杉三者凡退に抑えています。中盤まで終了しまして5対3、キューバこの回0点に終わっています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。投げました、初球ムービングファースト空振り。さあ次の投球打ちました、フラフラっと上がった、ラダバックしていった、落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。今日はサードゴロとセカンドゴロ、投げました、見送ってボール。投げました、打った、強い当たり、ピッチャー返し、抜けた、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは9番牛尾、今日はショートゴロとショートライナー。投げました、インハイ見送ってストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、カットボールはボール、アウトコース低め、投げた、空振り、タイミング合いません。第5球投げた、内角、空振り三振。バッターはトップに帰って神谷、神谷。第9球低め決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球打ちました、掴んで、これで3アウトになります。ランナー1塁に残塁です。7回の表が終わって5対3、キューバ2点リードは変わりません。7回の裏、キューバラッキーセブンの攻撃、先頭バッターはエストレラ、今日3打点を挙げています。投球これから2球目、まっすぐ空振り、投げた、高め、ボール球打った。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、センター方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者ミラ、今日は3安打猛打賞。投げました、打ちました、初球打ち、ショート左、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスはレストルポ、ここまで2打席連続三振、直球決まってストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、二遊間、ライナー破っていった。レストルポナイスバッティングです。バッターは6番ラダ、今日はここまで3打数2安打1三振。一塁牽制、タッチセーフ、初球空振りから第2球、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、1つ外したボール。
第4球を投げました。インコース引っ張った。ヒット。一塁ランナー一気に三塁へ。ララいいバッティングを見せました。ピンチを広げています。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました。もう第2球投げた。流し打ち。どうだ。ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。ランナー一塁三塁残塁。7回までが終了しまして5対3、キューバラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。日本この回は上位打線から始まります。バッターは仕事人トーマ。今日はここまで3打数2安打1三振。1球目ストライクから第2球ボール。投球は3球目。投げた。打った。二遊間ライナー破った。トーマナイスバッティングです。バッターは3番トドルキ。今日はホームランを打っています。第9初球はストライク。第2球投げた。2球目空振り。伸びのあるストレート。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回一塁へ牽制球。第3球は外れた。ボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。ダビラランナーの動きを警戒しています。第4球はこれはいい当たりだ。入れば同点だ。いったー。一直線場外ホームラン。同点ツーランホームラン。トドロキ今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは DH の山田。第9投げた。ストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから第2球真ん中にストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目。見送ってボール。第4球を投げた。流し打ち。三遊間ライナー破っていった。山田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。日本ダイソーを送ります。俊足の倉持一塁に入りました。左バッターボックスには東。これが4度目のバッターボックス。第9倉持スタート。外れた。キャッチャー二塁。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。外野は長打を警戒します。チェンジアップはボール。投げました。ストライク。伸びのあるストレート。第4球は打った。これは強烈。入れば勝ち越しだ。打球はそのまま伸びていく。ライトを見送った。ホームラン。ソロホームラン。ライトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。右バッターボックスは6番佐藤。今日4度目のバッターボックス。第9投げました。直球見送ってストライク。第2球投げました。ムービングファーストはボール。第3球を投げました。3球目ストライク。追い込んでいます。さあ4球目インロー。空振り三振。バッターは7番。第9投げました。ムービングファースト決まってストライク。1球目空振りから第2球打った。ファールボール。第3球を投げた。合わせて打った。ライト前ヒット。クリーンヒットです。ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。ダビラ降板。右のナバ
今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球ストライク、タイミング合いません。初球空振りから第2球打ちました。いい当たり、センター前クリーンヒット、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。バッターは9番牛尾、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げた、高速シンカー見送ってストライク。第3球を投げた、直球ストライク、インローへ。第4球を投げた、低め、外れてボール。第5球投げた、打ちました、ファール。さあ6球目投げました、打ちました、ボールはライナーでセンターへ。取ってこれで3アウトチェンジ。8回の表が終わって6対5、日本1点リードに変わっています。上杉降板、マウンド上はうなる剛速球犬飼、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。8回の裏1点を追いかけます。キューバの攻撃、トップバッターはモンテーロ、今日はここまで3打数2安打。さあ次の投球、投げました、打った、ライトへ飛んだ、ライト前のヒットになります。モンテーロナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは9番セーロ、ゲッツーだけは避けたいところ。第2球打ちました、追い込んでから投げました、ストレートはボール、インハイへ。第4球を投げました、直球、空振り三振。打順は1番に帰ってタベラス、今日はここまで4打数1安打1三振。さあ次の投球、ファルチップ、かすっただけになりました。追い込んで投げました、アウトコース低め、カットボール外れてボール。さあ4球目打ちました、レフト前進、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。低めボール、投げた、カットボール空振り。第3球を投げた、3球目ストライク。次は4球目投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ。結局1塁残塁で終了です。8回までが終了しまして6対5、日本1点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、右バッターボックスはトップバッターの神谷、今日5度目のバッターボックス。第1球投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、危ない球。第3球を投げました、アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げました、ストレート決まってストライク。さあ5球目、スラーバーボール、アウトコース高め。さあ6球目、ボール、フォアボール、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げました、外角高めいっぱい、ストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから外角高めボール。第3球を神谷、走った、投球ボール、ボールを握る、これは悠々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。投げました、スラーブはボール。第5球投げました、ここは歩かせます。今日2本のホームランを放っている轟。第9投げた、スラーバーストライク、初球ストライクからボール、投げた、ボール。
第4球を投げた。4球目ストライク。二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。投げた初球見逃し三振。バッターはダイソーで途中出場の倉持。第1球投げたストライク。まずは決めてきました。セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。もう第3球を投げました。打った二塁ランナー三塁へ向かう。ファルボール。投げました。内角高めいっぱい見逃し三振。まずは二塁牽制。二塁タッチセーフ。投げました。チェンジアップ見送ってストライク。投球これから2球目。打ったいい当たりだ。取りました。これで3アウト。ランナー1塁2塁残塁。9回の表が終わって6対5、日本この回無得点です。犬飼降板。マウンド上ピッチャーは威力十分の速球投手重野。最終回1点差でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第1球ジャイロボール見送ってボール。第2球空振り。第3球を投げました。ジャイロボール空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。さあ4球目。もう第5球投げました。打ちました。センター前のヒットになります。エストレラいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは指名打者ミラン。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた。打ちました。キャッチャー落下点。ファールグラウンド。ボールをつかみました。第9投げた。初球決まってストライク。いきなり152キロ。さあ次の投球打った流し打ち。ファーストハーフライナー取ってアウト。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。まずは1塁牽制。1塁タッチセーフ。投げた。初球見送ってストライク。いきなり152キロ。投球これから2球目。インコース引っ張った。ファール。第3球を投げた。外れた。ボール。次は4球目投げた。ジャイロボール。空振り三振。日本1次リーグ第3戦を見事制しました。キューバ1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローはジョドロキ。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対5、キューバ1点差で敗れました。勝利投手は上杉、敗戦投手はダビラ、そして西武は重野。キューバ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでの巻き返しに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でブルースタジアムよりお伝えいたしました。